ドン、始まりました。桜井とはの猛烈トラベル。ということで現在京都河原町駅口待ってない京都河原町駅に来ております。本日はここから大阪に移動していきたいと思います。で、利用するのはもう河原町といったら京阪です。で、京阪は有料のね、課金をしなくても上のね、クラスじゃなくても超豪華なシートがある私鉄として有名で、本当に日本一で日本一豪華な列車っていうのが走っております。無料のですね、運賃だけで乗れるということです。そんなね、列車に乗っていきたいと思うので、対岸に渡りまして、その列車に乗っていきたいと思います。この鴨川の名物、飛び石というね、飛び石っていうんだと思いますか、飛び石を使って渡っていきたいと思います。この向こうの対岸まで続いてるこの石ですね、これ渡るためにあって、 Google マップで検索するとこの飛び石を渡れっていうのが、この飛び石はここだけじゃなくて他にも何箇所かあるので、そんな何箇所もあるところの他のここ渡れっていう風に指示が出る場合もあります。それでは飛び石渡っていきます。こっから川ですね、行きます。ふっ、やばいやばい、荷物があるからやばい。はい、このね、飛び石、僕中学校の修学旅行で来ました。で、友達にね、友達っていうか同級生に落とされそうになってね、危なくポチャンスになったんですよ、ここ。うわっうわっうわっやばい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 、よいしょよいしょ、荷物あるとしんどいわ。はい、着いた。はい、河原町。よいしょ、最後が難しいな。はい、ということでホーム入っていきます。あ、もうすでに到着してますね。こちらの列車乗っていきます。大阪天満橋淀屋橋行きの列車です。乗っていきましょう。で、今回乗る列車ですね、こちら京阪の8000系と呼ばれる車両で、中にはダブルデッカー車両、そしてプレミアム車両っていう、プレミアムカーっていうのが車内に装備されて、増備されてプレミアムカーっていうのが中にあります。ここですね、6号車にあります。まだ出発まではちょっと時間あるみたいですね。写真撮りながら待っていきたいと思います。ここがプレミアムカーです。2対1の豪華な内装で、全席シートに、全席のシートにコンセント、そして、Wi-Fi も完備されております。こんな感じでですね、行き先表示もこんな感じで行き先表示がされております。この列車ゴミ箱はないんですね。で、ここでもね、発売とかしていて、なんか座席が全部反対向き向いてるからこっちになるんでしょうけど、進行方向はこっちですから。で、タダで入れるっていうのが、ここのダブルデッカー車両なんですけど、これ無料なんですね。ちょっとだけ、まだちょっと時間あるんで見に行っていきたいと思います。車端部はクロスシートですね。こんな感じの豪華な内装となっておりまして、よいしょ。こんな感じの感じで2階から景色を望むことができます。こんな感じですね。で、京阪のね、車内には京阪 Wi-Fi っていうすごい Wi-Fi、 速い Wi-Fi が飛んでいて、こんな感じか、こんな感じです。これですね、ダブルデッカー、こんな感じでダブルデッカーの車両も中についています。1階はね、1階も同じような感じです。でも1階は重心が下がるので、他のね、1階は重心が下がるので、他のこういうところとかに比べると揺れが少なくなると思います。列車は町柳駅を出発、淀川の東
東側を走りまして大阪港を目指していきます。ここで点線を行っていきます。これ今向こうに分かれていったっていうのがこっち京都に来るよ来る、線路で、で今もう一回分かれていたのが出町柳の車庫です。ということでここから大阪方面行きましょう。列車は三条駅に到着。三条駅では一歩前を走ります準急列車と接続を行います。特急の通過する駅には隣の準急列車で向かうことができます。列車は七条を出発。七条を出発すると地上区間へと上がっていきます。七条から河原町間っていうのは京都の地下を走っていきます。JR 奈良線と放送します。伏見稲荷大社の最寄り駅伏見稲荷を通過。当時は伏見稲荷をモチーフとしておりまして柱が赤くなっていたりとか鳥居が続いているような感じが演出されています。近鉄京都線との乗り換え駅丹波橋に到着いたします。丹波橋でも前方を走る普通列車と接続を行います。京阪線は京都大阪間で競合する JR 線阪急線と比べて線形があまり良くないので速度を出すことができません。例えば線形のいい JR 東海道本線でも新快速列車が時速30キロ運転を行いますがこっちの円形半はここまで出すことはできません。しかし阪急行きや JR との違いを淀川の東側を通ることによって利用客を集めております。現在見えているこちらの建物京都競馬場です。京都競馬場っていうとあれですね、春に天皇賞は春にやるところですね。淀車庫の横を通過。京阪のね、緑色の車両がたくさん止まってますね。列車は淀川を渡っていきます。しかしこれ今淀川って書いてありましたが実際ここはまだ淀川ではないんですよね。淀川は内側と桂川が合流して淀川になります。なのでまずこれ手前側を渡るのでこれ今渡っているのが宇治川でその次に渡るのが貴府川になります。すごい川ですね。ここ僕も初めてここの京阪乗ったときにここのカーブすごいなと思いました。これが貴府川になります。京阪のこの赤い橋ってすごいインパクトがあって特徴がありますよね。この赤い橋とても綺麗でいいなと思います。さらにこれ進行方向の、先頭に乗ってるんで後ろを向くと後ろの、ね、自分の後ろの編成が車両が見えるのでそういうところもかっこいいなと思うポイントです。いよいよ列車は京都府を離れ大阪府へと入ってまいりました。大阪府に入るとすぐに淀川の土手の横を走っていきます。これ道路の奥側っていうのがもう淀川なので結構しっかり土手っていう感じの土手盛り土がされててっていうところを横をずっと走っていきます。でさらにこのしっかりレールというか、ね、線路を守るっていう意味でしっかり土手がね作られているっていう構造も見られるので結構この区間僕面白くて好きです。列車は大阪府最初の停車駅葛葉駅に到着です。葛葉の北側には留置線があり
当駅を始発終着とする列車が設定されております。列車は間もなく枚方市に到着いたします。枚方市を出発すると次の停車駅は京橋です。枚方市では普通列車と乗り換えができます。このね、京阪の今乗っている8線系という車両なんですが、この車両2ドアの関係でちょっと乗降に時間がかかるんですね。だから放送で扉の前を開けてくださいっていう自動放送が結構よく流れているのが印象的でした。特にこの枚方市から特に人がお客さんの多く乗って結構混雑が激しくなりましたね。進行方向左手側に遊園地が見えます。こちらの遊園地は枚方パークと呼ばれる平パークと呼ばれる遊園地でして、この京阪が単独でね権力を握っている枚方にあるっていうのは京阪の強い味方でありますよね。進行方向左手側車両基地が見えます。こちらの車両基地は寝屋川車庫です。この寝屋川車庫では京阪の特急として使用される車両の他にも普通の車両など本当に京阪が走っている全部の車両がおそらく当時止まっていたと思います。いやーすごいですね。このやっぱプレミアとか存在感がすごいんだなっていうのも上から見るとはっきりと分かりました。いやーかっこよかったです。列車は林前駅を通過いたします。この鞘師駅のホーム上には巨大な、ね、大木がある超巨大なんですよ。でこの鞘師駅を通過すると京阪では唯一の復興線区間へと入っていきます。列車は土井駅を通過いたします。この先のね、2区間っていうのがすごい距離感が短いことで知られておりまして、はい、ということで次の滝駅を通過。とにかく短くて、この3駅っていうのがですね 400m という短さになっております。なのでこの陸上選手リレーがこうバーッと一周するじゃないですか。あれが 400m なのでそれ一周したらもう3駅2駅に進めてしまうということです。ということで最後の千林駅を通過いたします。この日最速の110km、速度ではやはり JR に勝つことはできませんが、車内の防火設備って言えば京阪が圧倒的に高いです。プレミアとかをはじめ、ね、転換クロスシートの豪華な内装というところで、ね、JR は全く太刀打ちできません。京橋に到着です。天満橋駅で再び地下に潜ると終点淀屋橋までは地下です。ということで列車は終着大阪淀屋橋に到着です。はい、ということで到着いたしました大阪淀屋橋です。いかがだったでしょうか。京阪特急、ね、所要時間は新快速の倍かかります。そして線形もかなり悪いです。ですがね、
新快速には負けない、新快速よりもいいその座席豪華設備っていうのがあるからこそのいい売りの、ね、特急列車だと思います。でまた走る区間が阪急そして JR とは違うのでお客さんもねたくさん乗るということというところにその別な、ね、意味の京阪間の色になってるんだと思います。ということで以上京阪特急京都河原町から大阪淀屋橋までの動画でした。この動画はここまで、ご視聴いただきましてありがとうございました。